はい、タコです、えー。今回はですね、いきなりステーキ大幅赤字転落、その原因とはという話をしていきたいなと思います。まあ、ペッパーフードサービス11月14日の産休決算発表ということで、まあ、いきなりステーキを展開しているペッパーフードサービスが、まあ、従来の黒字予想から一点大幅赤字となりましたと。売上高は前年比15%増の510億円ながら、19億円を超える大幅赤字転落となりましたということですね。 2、まあ、級時点では5億円超えの黒字でしたが一転大きな赤字実績となりましたということです。え通期純利益予想っていうのを、まあ、従来の約15億3000万円の黒字から約25億円の赤字予想に変更したということで、まあ、これちょっとびっくりですよね。15億3000万円の黒字から25億円の赤字予想に変更ですからこの落差っていうのは本当にすごいなというふうに感じました。 まあ業績についてなんですけど、ちょっと図を使ってね、えー、見ていきたいと思います。青色の棒グラフが、まあ、いきなりステーキ。そして、オレンジ色のグラフがペッパーランチということですね。 まあ、いきなりステーキの業績っていうのは、2017年をピークにね、どんどん下落しているということですね。その下落はね、止まることはなかったということで、まあ、2017年にはね、1年間でまあ株価10倍になるほど大ヒットした銘柄だったんですけど、まあ、その後、急落し続けているということですね。まあ、逆にペッパーランチっていうのは、細かい上下はあるんですけれども、まあ、一定の数字をね、保っているというような状況ですよね。 まあいきなりステーキの場合は、ね、急速に店舗展開していったという背景があるので、まあ、成長も、ね、とてつもなく早かったんですけどその分、やっぱり下落スピードも、ね、急激になっているというような形になってますよね。 業績悪化の一番の原因だというふうに思われているのが既存店の売り上げの急落というのが挙げられるということですよね、まあ、既存店の売り上げ減少というのを、まあ、大量の新規出店によってカバーしてきたというのが、まあ、いきなりステーキの戦略だったということですよね、まあ、2017年というのは188店舗だったんですね、まあ、それがまあ2018年に386店になったと1年間に約200店舗出店したんですよね ものすごいスピードでね、新規出店していったんですよ。まあ、2019年年初の210店舗出店の、まあ、出店計画があったんですけれども、115店舗へと修正しているということですね。まあ、この理由としては、ね、新規出店しすぎて、 お店同士の競合が発生したとということですよね本当にここ最近街を歩いているといきなりステーキってよく見かけるようになったんですよね、まあ、最初出来たての頃っていうのは、まあ、あお店がね結構分散していたので見るとね行列ができていたりとかすごいね繁盛してるなっていう印象だったんですけど最近ねいきなりステーキ見るともうほとんど行列はできてなくて逆にお客さんが入っているのかなっていうようなお店もね結構出てきたりしてるんですよね、まあ、それはバラバララだと思うんですけど ね、どこの店舗も、ね、すごく繁盛しているわけじゃないということで、やっぱりその出店したお店によっては、ね、売り上げが全然上がらないというお店もあったり、売り上げが上がっているというお店があったりしていて、まあ、どちらにしてもです、ね、既存店の売り上げというのはどんどん、ね、下落していっているということですよね。 まあそしてその原因っていうのがやっぱり新規出店しすぎによってね、あそこにもいろんなところにね、いきなりステーキがね、あるということで、やっぱり顧客の取り合いになってしまっているということですよね。まあ今までだったらあいきなりステーキを食べるためにね、えー、わざわざそのお店にね、遠くから足を運んでいるという人たちがいたと思うんですけど、まあそのね、近くにお店ができてしまえば当然その近場のお店に行くということで、 店舗数が増えてお客様がね、当然そのお店に行きやすくなったんですけど、逆に作りすぎてしまうと、ね、やっぱり飽きられてしまうというようなことも起きてくるわけですよね。あまりにも新規出店しすぎて、結局最後はまあお客様をね、えー、自社同士で取り合いになっているということです。で月次数字に異変が生じたのは8月ということで、まあ、8月は既存店のみならず、ついに 対前年同月比のマイナスに転じて、まあ、9月もマイナス成長が継続したとよって月次の数字からは同社の成長モデルが第三四半期 Q3 で機能を停止したことがわかるということですよねどん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 ん、ね、新規出店することによって既存の売上っていうのを、ね、カバーしてきたというモデル成長モデルがもうストップしているということですよね、まあ、さっきも言った通り、まあ、今年2019年っていうのは新規出店を抑える形になってしまったので今まで使えていた戦略がまた 全くく機能ししなくなってしまってまたとということですよね既存店を新規出店でカバーして売り上げを伸ばしてきましたがその戦略も使えなくなってしまったとまさにコンビニ同様の状況になっているということですよねコンビニも一、ね、つ見つけたと思ったらもうすぐちょっと歩けばコンビニという形でとにかくその地域を、ね、コンビニで埋め尽くすという戦略を取ってきたんですけどあまりにも、ね、お店を作りすぎてしまったということですよね まあそして、これから人口減少という状況の中で、人がねどん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 ん日本の場合は減っていくというふうに言われているわけですよ。ね、少子高齢化が相まって、どん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 ん人口が減少していくということであれば、当然ね、お店に行く人が減りますと、ね。そして、お店だけはたくさんありますということであれば、需要と供給のバランスが明らかに崩れていくわけですよね。だからまさにそのコンビニと同じような状況になってしまっているということです。 下方修正時に44店舗を閉鎖発表と、ね、退店費用17億円を計上するため、赤字予想となったということですね、もうこの時点でもうすでに作りすぎてしまったというのがもう明らかになってるわけですよね、また、通期では最終赤字が25億円まで拡大することを予想したと、ね、成長から一転、ペッパーフードの経営は厳しい状況に陥ることになったということで、まあまあ、一気に急成長したのはいいんですけど、やっぱりね、 新規出店、新規出店ということでね、既存のお店のまあ地盤を固める前に、どん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 新規出店してしまったので、やっぱりね、最終的にこういう結果になっているんじゃないかなと。まあ、リアル店舗を運営していくっていうのはね、既存のお店の売り上げがしっかり固まってきた上で、利益も出ていますと。でその出た、当期純利益をもとに、まあ、どんどん店舗展開をしていくとか、既存のね、 お店がお店で十分ね利益を確保できるという状況が予測された状態でやっぱりね資金っていうのをどんどん投入して店舗を展開っていう形にしていかないとやっぱりねこういった結果になりやすいなっていうふうには感じましたよねステーキ専門店というインパクトはさすがに大きかったということでまあ、いきなりステーキが出始めの頃っていうのはさすがにねその名前もインパクトがありましたしまあ、ステーキ専門店なんだということでまあ私はね個人的には珍しいなと。 もともと既存のステーキ屋さんみたいなのってあったと思うんですけどね結構、名前とその業態っていうのが結構珍しいなっていうことでまあ話題にはなりましたよねただ、やっぱりステーキ1本でまあお店をやりくりしていたわけですから当然、何かその売りみたいなものがないとまあすぐに飽きられてしまうというのも事実だと思います。 ね、豊富なメニューを取り揃えていますと、ね、ステーキ、ハンバーグ、ね、いろんな、まあ、料理がでありますというような、まあ、ファミレスみたいな、ね、業態ではないのでやっぱりステーキ一本でえ何か、ね、本当にインパクトを与え続けるようなあそういったものがないとやっぱりすぐに飽きられてしまうんじゃないかなというのはありましたよねだからいきなりステーキだから行きたいと、ね、いきなりステーキじゃないと食べられないお肉があるとか、ね、あそこのお肉は、ね、高くても値段をね お金を出す価値があるというような形で本当にいきなりステーキだから行くというファンをどれだけ獲得できたかというところがやっぱり肝になってきてるんじゃないかなと思います、ね、比較的安いお肉が食べれるっていうことが、ね、すごくまあ売りだったと思うんですけど逆に、ね、高くても、ね、いきなりステーキだからこのお肉は食べたいというような形でやっぱ単価を上げていって上げた単価のメニューにファンがつくというような形でまあやっていって ても良かかっったんじゃないかないいうふうふに私は個人的には思いますねどうしてもね安売りです安売りですっていうことで値段が安いからっていうことでまあ,あそのね価格が安いっていうことをね、えー、売りにしてしまうとまたさらにね安いお店が出てきてしまったら当然そっちの方にお,お客さんっていうのは流れてしまうわけですよね安くてまあ、美味しい本当にそのいきなりステーキじゃないと食べれないようなお肉があるとかいきなりステーキ じゃないとね受けれないようなサービスがあるというような形で本当のファンっていうのをどれだけ獲得できるかというのが、まあ、これから勝負になってくるんじゃないかなと思います本当にいきなりステーキだから食べたいいきなりステーキだから行きたいという強みがねこれからますます必要になってくるんじゃないかなというふうに思います はい。それではですね、今回は以上になります。今回の動画がですね、あなたの何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。動画の下記にですね、メルマガ登録、そして公式 LINE の登録方もありますので、ぜひご登録をよろしくお願いします。ビジネスメインの、まあ全般的な話をしていますので、ぜひ興味ある方はね、ご登録をよろしくお願いします。はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。感謝いたします。